れたのね。嬉しいわ。当たり前だ。私もそのナスに興味があったからな。私はあんまり乗り気じゃないんだけどね。あら、そうなの？じゃあやめとく？ネプテューヌ。嘘だよ。ああ、私もナス楽しみだな。それはよかったわ。早速情報共有と行きましょう。電話でも話したけど、あなたたちにお願いしたいのはナスの収集よ。ただ普通のナスじゃなくて希少なナスなの。その名もマキシムナス。ルビー周辺の道に稀になっているらしいから、見つけ次第取ってきてもらえるかしら。数はそうね、3つほどお願い。内容は理解したわ。それで普通のナスとの見分け方は？どこかで聞いたことがあるような。グランちゃんも知ってるなら話が早いわ。いや、私はナスではなくトマ…違う、ナスだ。今言おうとしていることはすぐに忘れろ。戦って勝てる相手じゃない。そうね。必要な情報は揃ったな。早く行くぞ。気をつけて行ってらっしゃい。これが噂のマキシムナスか。どれどれ。この色、この艶、程よい大きさ、完璧なナスじゃないか。完全に夢中じゃない？うげー、よくあそこまでナスに夢中になれるね。もうこれからナスおばさんって呼んでいいかな。誰がおばさんだ。私もこのナスのようにつやめいているではないか。実際クラムは何歳なの？そうだな、軽く1000は超えてるんじゃないか。じゃあおばさんじゃなくてナスおばあちゃん。寝坊。そうなのね。人の寿命はおおよそ80くらいと本に書いてあったけど、本が間違ってたのかしら。ああ、冗談だ冗談。もうブランったら釣れないな。ほら、早く次のナスを探しに行くぞ。出会った時から思ってたけど、やっぱり変じゃない？何か秘密がありそうね。ジャーン！これで2本目ですわね。あと1本だ。気合い入れていくぞ。これで全部ね。アルティのところへ持っていくぞ。早かったじゃない。それでは早速いただきましょう。まさか生で食べる気なの？
マキシムナスは生で食べるのが一番らしいわよ。それではいただきますわね。おいしいわ。とてもみずみずしくて夏にすごく合いそうね。おい、私にも食べさせてくれよ。もちろん、取ってきたのはあなたたちなわけだし。さすがアルティ。それじゃあ早速。うまい。うまいぞこれは。今まで食べたナスの中で一番だ。私にはとても美味しそうに見えないけどな。食わず嫌いはいけませんよ。はい、これはネプちゃんの分よ。食べなきゃダメ。別に無理にとは言わないけど、とっても美味しいわよ。はあ、考えておくよ。しかしクロムがここまでナス好きだったとはね。意外でしたわね。てっきり肉食なのかと思っていましたが。用も済んだことだし、そろそろ行きましょう。ああ、そうそう、これお礼に受け取っておいて。それじゃまた何かあったら連絡するわね。できれば次はナス以外でよろしくね。ネプテューノ、アルティザンからもらったマキシムナスを食べようかどうか迷ってるんだよね。食べてみればいいじゃない。食わず嫌いなだけで案外美味しいと感じるかもしれないわ。それもそうだよね。よし、ネプテューノ行きます。どう？ちょっと、ナスを食べただけでゲームオーバーにしないでよね。別に私はアンドロイドでも何でもないんだからさ。私と勘は間違ってなかったんだ。もう絶対ナスなんか食べないもんね。ネプテューヌ！あ、ノアールが呼んでるから戻るね。ネプテューヌ！大丈夫なの？うぎぇー！まずい！やっぱりナスはまずかったんだ。なんだ、てっきり喉にでも詰まったのかと思ったら。うん、心配して損した。マキー、なんだと？ノワールが食べてって言ったんじゃん。何よ、実際に食べたのはあなたでしょ。はーい、そこまで。ナスだけでここまで熱くなるなんて、とっても仲がいいんですわね。ふんだ、もうナスなんか頼まれたって食べてやるもんか。じゃあそのナス私によこしなさいよ。え、私の食べかけだけどいいの？別にいいわよそれくらい。造成なんだから気にしないわ。ラッキー、捨てるのも気が引けるし、どうしようか迷ってたんだよね。全部食べちゃっていいよ。うん、ありがとう。それじゃあ行こっか。ノワール、ナス食べないんですの？食べるわよ。うん、おいしい。あら、では私にも。いやよ、これは私がもらったナスなんだから。そんな、私は一口も食べてないんですのよ。うん、もう分かったわよ。今度またマキシムナス探すの手伝ってあげるから。ノワール、私は知っていますわ。実はあなたが優しいお方ってことを。そんなわけないでしょ。寝言言ってると置いてくわよ。